べ過ぎてしまった衣関係を。なので今日はねがっちりトレーニングをして、しかもウォーキングもしてきたいと思います。なんだろうね、リンネルだってこの青いブルーの看板。心地よいクラシーフェスタ2018、こっちもじゃじゃん、渋谷お隣サンデーだって。まあ気持ちいいは気持ちいいんだけどね、少し肌寒いっすね今日はね。そんな朝です。そしてなんだ左側すっげー人並んでる。なんだろうかよくわかんないけど、めちゃめちゃ人が並んでる。すごいね、ラフォーレ原宿も超人が並んでる。すっごい人になっちゃってるね今ね。ソフトバンクが終わったところで、何分だ、11時半じゃん、1時間半ぐらいかかったのかな、たった保険のなんかやるだけで。超眠くなっちゃいました。もう帰ります。いやもうすごい暖かくなってきた。お天気いい感じ。結局ね、先週行ったあの渋谷のお寿司屋さんよりもいつものこっちのお寿司屋さんのが美味しいっていうことでした。まあ天気が良くて気持ちいいので、今日もこの後はプラプラどっか出かけた方がいいね。今ね、西麻布の、交差点のあたりです。よいしょ。あれ、ママどこ行くの？はい、はい、今日のランチはこちら、叙々苑、有限亭です。はい、よいしょ。はい、お肉美味しかったです。俺たちは恵比寿へ行こう。やべえ、超かっこいいのが来た。じゃあね、レオ行ってらっしゃい。はい、じゃあ恵比寿に向かいます。なんでね、恵比寿に向かうかっていうと、マックのね、充電器を会社に忘れてきちゃった。で、自宅にもね、もう一個 Mac のアダプター持ってんだけど、子供がね、パソコン教室に置いてきちゃってなくしちゃったんですよ。なのでしょうがない、会社に取りに行く。しかしランボルギーニ通り過ぎだな。そしてお腹いっぱいの中のこのね、チャリンコ漕ぎが超苦しい。これだ。あれ、なんでね、苦しいチャリンコ漕ぐのが大変かと思ったら、電動アシストがオンになってなかった。そりゃ重たいはずだわこれ。はい、もうね、疲労です。西麻布のね、さっきの交差点のあたりからだと、もう本当にチャリだと3分ぐらいでもう疲労に着いちゃうんですよ。超近い。
ここもいつの間にかビルが壊れてなくなってる。なんかたくんだね、これ。昨日ね、ラーメン食べてた、あの広尾商店街のとこですよ。はい、じゃあね、広尾商店街の中を突っ切って行きます。朝も通勤する途中ね、この辺通ったりするんですけれど、お店屋さんが全部朝は閉まってるんで、まあ、だいぶ雰囲気が違うと思うんですけど、変幻寺亭の お好み焼きも美味しかったんですけど、ここもね、美味しいですよ。名前忘れた。ここのね、焼肉屋さんもまあまあ美味しいかな。88ね。昨日の変幻寺亭があそこの奥の方です。ここいつも桜が綺麗とかって撮るとこね、毎年ね。っていうか朝の通勤のところで Vlog の中でいつも出てるところですけどね、あそこがで、ほら、遠い目に見えるところが子供のチャリンコ買ったルイガノの自転車屋さん。ほら、この辺はいつも朝通るところだからきっとわかんじゃないかな。はい、そして、はい、もう会社です。こんな感じ、コースとしてはね。はい、充電器も持って帰ってきたので、これからね、今度は渋谷に向かいます。もう今日はね、これ夏日だね、いいね。そう、渋谷までね、裏側の道から行こうかなと思います。表面から行ったらきっと混んでるからね。こんなにね、線路沿いから行くと実は渋谷までね、一番近いです。もうショートパンツに B さんスタイルで、もうちょうどいい、今日はね。ほら、この裏路地っていうかね、線路沿いから来るとめちゃくちゃ人いないんですよ。いいでしょ。このボロい歩道橋を左側の方に渡ると、これはね、代官山ですよ。で、今ね、渋谷のあの都市計画で、あの東急さんがやろうとしてるのが、この真正面のこの渋谷のエリアからこの代官山を全部一気にね、繋いで大きななんか動線を作ろうとしてるんですよね、今ね。それが2年後か3年後かになんかできちゃうみたい、そういう風に。そうすると渋谷のもう駅直結みたいな状態で代官山まで来れるみたいです。今まで代官山はね、ちょっとこう孤立してる感じでしたからね、人の流れがだいぶ変わるんじゃないかなと思いますよ。この辺がね、渋谷の新南口っていう本ですね。ね、こっからね、表面に出ていきます。もうあれ以上は裏面から行けないんですよ。さあ、チャリが走りづらいんじゃないかな、これ。早速ね。で、こんな風に来て、渋谷の今ね、明治通りとぶつかるところです。先週もそこのほら、歩道橋がなくなっちゃったとかって解説してたとこ、同じとこです。もう毎週末、僕あれですね、こうやってね、チャリンコ Vlog になってるね、これね。はい、で、これでね、渋谷の今駅前です。もうね、ママたちが先に渋谷に来てるみたいなんで、今からね、合流しようと思います。お、ママのチャリ発見。あ、息子のチャリも発見。ここだね。で、僕の予想ではこの、チャリンコレビューは多分やらずに終わるんじゃないかなと思いますね、これね。今ね、ママが急遽足裏もみっちょ予約を入れてくれたので、また先週と同じように足裏もみっちょ行ってきます。一気に渡らないとね、飲み込まれないように。 GO!
結構うまくいった。いいんじゃない？で、じゃん、はい、いつものビッグカメラね。はい、今日はビッグカメラは行かない。よし。で、このまんま、宮益坂をね、登って行きます。はい、僕の大好きなアリランはここにあります。よいしょ。はい、行ってみます。じゃん。今日はね、足裏60分でパワーアップをしていきたいと思います。いや、超気持ちよかったです。パワーアップした。ママが来ねえ。ママが来た。はい、晩ご飯はね、ママと二人で、サラダランチ、ご飯に行きます。じゃじゃん、なかった。子供たちはね、あれ、これもマキア新しくない？ピザや。あれ、でもサラダじゃないよね。あら、新しいです。It's new。 これこのお店、これほら、サラダだよ。これでいいんじゃない？空いてるカウンターは奥のカウンター空いてますけど。これとあとこれ、チキン。超いいじゃん、美味しそう、ボリューム満タンです、これ。いいね、はい、ママのこういうの。美味しそう。これは何サラダだっけ？これはデトックス。デトックスとアボカドとタチウオ。はい、でこれプロテインサラダ。はい。じゃじゃん。よし。っていう感じです。じゃあ帰ります。じゃじゃん。はい、こんな店でした。はい、帰ります。